いい曲。どうも皆さんこんにちは、ノーアンです。ということで今日は歌うモンスターたちを集めて最高のオーケストラを作ろうというゲーム、マイシンギングモンスターというゲーム、続きから遊んでいきたいと思います。歌うモンスターシリーズ好きな人、高評価とチャンネル登録もよろしく。ということで皆さんやってまいりました。ボンボボンボンボンパパパパパパやってまいりました皆さん。今日も毎週1回ぐらいは上げてるマイシンギングモンスター、今日もじゃあ続きからやっていこうか。皆さん前回は確かこのファイヤーオアシスっていう場所をまあ結構開放したんやったっけ。どんな曲やったっけな、でもすっかり忘れてるな俺。あ、この子の声めっちゃいいってこと思い出した。あ、確かこの子の声もねめちゃくちゃ良かった気がする。確か歌ったと思うよ。あ、あ、そうだ、こんなリズムだったね。あ、声がねめっちゃ綺麗よねこのゲームのモンスターたちは。早速今日も新しいマップ行こうか。ちなみにこのねびっくりマークついてるところがまあ多分ね初期位置の近くの島やから、まあ次行くと、まあ、ちょうど半分超えたんかなこれで。じゃあ今回ライトアイランドからやっていこうか。とりあえずじゃあここで音楽つけていこうか。さあどんな感じの音楽になるのか。ここがなんだ結構低音感がすごいな。まあ、早速じゃあモンスター先に入れていこうか。よし、じゃあ早速まずは1体目、ポットベリーちゃんです。いつもありがとうよし、じゃあちょっとポットベリーちゃんの歌声でも聞いていこうか。歌ってくれるかな、いつ歌うやろ。なんかちょっと好きかも、もうすでになんかゆったり系の音楽っぽいなこれ。マーモットくん行こう。マーモットくん、この卵はねマーモットくんなんですよ。この子はね結構歌ってくれるからかなり音楽が分かるようになると思う。さあじゃあマーモットくん隣に置いてあげよう。さあ歌ってくれるかい。おまだちょっと物足りない感があるな。今回皆さん新モンスターがこの場所では使えるみたいなんよ。フローレスくんこんにちは、どんな音を奏でてくれるんだい君は。さあ新モンスターくんこっち向かしてあげよう。この辺で置いておいて、さあ歌ってくれるかい君。あれみんななんかこの子全然歌わないんやけど。お、待って、あ、歌った。うわ、なんか綺麗、なんかオルゴールみたい。でもちょっといい感じになってきたぞ。なんか歌ってくれる子が必要だと思ったので皆さんファーコームちゃんを連れてきました。この子は絶対に歌うから楽器係じゃないかな、ボーカルなんで。この子先頭でボーカルのポジションよ、この子は絶対に。なんかあんまり歌わってくれないな。お、なんか眠たくなるな。すごい、ファーコーンくんこんな綺麗な声出せたんや。みんな新しいモンスター来たぞ。なんかすごい丸い丸々の新しいモンスター。お、ゴブくん、ゴブくんどこ置こう。なんかこの辺に置いてみるゴブくん丸いなこれ。これあれだ、パイプオルガンだ。ほらパイプオルガンの音聞こえるもん。すごいすごい、教会っぽい感じだな今回のなんか音楽は。よし、みんなまた新モンスターゲットしました。卵から帰ると、うわ、クモか、ブロボー、ブバ、バルボかな。バルボくんこんにちは。なんかあ、こことなんかここの腕をこすり合わせて音出してるんだこれ。なんかちょっと聖なる感じがすごいな今回の音楽心が癒されるよ。ゴリ押しでどんどんモンスターを買っていく。また新モンスターじゃないこれ、フラックビリーかな。お、なんかギターかなこれ。じゃあこの辺置いてみようか。この子もなんか弾いてくれるんじゃない。ちょっと眠たくなってきた俺この音楽聞いてたら。お、
いいんじゃない？ちょっといい感じになってきたんじゃない？おお、ちょっとでもボーカルがいないんだ今回。皆さんやってきました、ボーカルの子です。この子ね、前回もてかさっきも見たと思うけど、これカイナくんね、ケイナかな、ケイナくんさえいれば結構いい感じになると思う俺。さあどんな感じになる、ちょっとこの子移動させたいな、ここら辺にしてあげよう。オッケー、お、歌ってくれるか、そろそろ。お、おお、いいね。よし、また新しいキャラクター来ました皆さん。今回はおお、スパイトラップ。なんかこれ閉じ込められてる。うわー、ちょっとでかいんだこれ。ここら辺に置いといてあげようか。これなんだ、この子どういう音楽奏でるの、この中で。来た、ドラムだ。おお、出してーみたいな感じで。ドラム役なんだ。よし、じゃあみんなこれ最後の一匹入れてみようか。この子はねもう結構強い子なんよ。エレメント4つ持ち、来た。ブロープトゥーブローティーかな。エレメント4つ持ちなんで、みんなこの子めちゃめちゃもうこの曲の要みたいな感じのキャラクターやね。この子がどういう役割を果たすのか。綺麗、おー、かわいい、なにこれ。でもやっぱりちょっとなんか教会の音楽みたいな。かわいすぎない？あ、すげえ。よし、じゃあ次のマップ行こうか。まあ1動画にね2個ずつやってるんで、じゃあ次のサイキックアイランドかな、サイキックアイランドもちょっと今日は音楽聴いていこう。ここは宇宙ステージって感じするね、なんかいろいろと。さあ、さっきはちょっとなんかね、ちょっとホーリーな感じっていうの、教会みたいな音楽やったけど、今回はん、やっぱりなんかちょっと厳かっていうか、なんかやっぱりちょっと宇宙っぽいね。宇宙っぽい音楽って何って思ったけど俺も。さあとりあえずポットベリーちゃんでも呼んでみようか。オッケー、この子で大体今分かるみたいなとこあるからね。さあ頼むよポットベリーちゃん。お、おお、なんかちょっと激しめの曲になりそうだな今回は。トージャマーくんもようこそおいでました。来るんじゃない。お、おお、なんかみんなやっぱり宇宙ステージだ、見てこの卵、脳みそ、エイリアの脳みそみたいな、割ろうか。エイリアの脳みそ割って、おお、サレモン、ええ、なんだ、ゼアマインド来ました、マジックエレメントだ、初めて来たのマジックエレメントなんて。さあようこそ、君もここに置いといてあげよう。ちょっと脳みそが気持ち悪いキャラクターやけどね。声は、お、なんだ、え、手のひらから口を生み出す能力者ってことこれ。よし、じゃあさらに皆さんこのオクトパスコちゃんも入れちゃって、さらにこれは新モンスターかな、なんだ、ボンカーズ、もうなんだ、鳥でもないな、鳥かと思ったら。さあじゃあこの子も置いて、どんな感じの曲になる、いい感じになるんじゃない、オクトパスコちゃんもいるからね。お、おお、すげえ、これなんか太鼓だな、どういうモンスターなんだこれ。でもかわいいな、やっぱり新世界行くと、新世界じゃないな、新ステージ行くと、やっぱこういう新しいモンスターとか見るだけでも楽しいね、やっぱりこのゲームは。さあさらに新モンスター、なんか泡のモンスターかな、こんにちは、ポッペッティかな、ポッペッティちゃんよろしく、かわいい、なんかこれポッペッティちゃんをじゃあこの辺に置いとこうか。
さあどんな小文字だ。おお、なんか壮大になってきた。この子が入ったことによってなんか音の厚みが出てきたぞ。よ、ちょっと待って、もうちょっと入れたいな。よし、さらになんかピクって出てるやつ新しいモンスターヤガタかな。おお、なんかあ、こういうのなんか見たことあるぞこれ。玉回す人。さあ結構いい感じになってきたぞ。ヤガタちゃん、じゃあここに置いとこうか。さあどんな感じだ。この子歌うんかな。どうやって歌うんだこれ。お、なんかタンタランタンって。なるほど、なんかちょっと鈴みたいな役割なんかな。じゃあ今回も来てもらいましょうか、ケンヤちゃんに。この子のボーカルがやっぱりね大事な気がするよね俺は。よしよし、ケンヤちゃんここに置いて、さらにもう一体入れようか。さらに新モンスターターピコーンかな。ここら辺に置いとこうかな。あ、歌ってるねこの子。さあどんな感じになる。おー、やっぱボーカルあるだけで全然いいじゃん。なんかドラマー多いな今日は。あ、お、この骨で音楽鳴らすんだこの子、かわいい。じゃあちょっと最終モンスターも入れてみようか。見てください、これが4エレメントの最終モンスター。なんか触手卵みたいな来た。かー、気持ち悪いかなと思ったけどかわいい。ブロプティック。よし、じゃあこの最終モンスター真ん中ら辺に置いてみる。これでだいぶ雰囲気変わるんじゃないかな。さあ完成したぞ。お、めっちゃいいやん。この子やばい。この子のおかげでなんかガラッと変わったぞこの音楽。いやでもやっぱりこれがあるだけで全然違うんだ。ほらほら、この子ずっと弾いてる。しかもやっぱりこれラスボスみたいな最強モンスターだから一曲通してずっと弾いてくれるんだ。結構完成したんじゃない今回も。うわ、なんか巨大な目ここにある。あ、違う、目ここだ。今回もなんかすごいところを来ました。いい感じの曲やったね。でもまあこんな感じの曲とこの曲だな今回は。ここも結構良かったけどな、この子の顔が俺はでも今日のモンスターの中で言うとこの子が一番好きかな。顔が好き、このねふてくされてる感じが。ちょっと今日は宇宙と教会っていうなんかちょっとよくわからんステージ2つ無事クリアしました。やっぱこの動画の最後はね、まあ、いろんな人の音楽を聴きに行こう。さあ今週の1位見ていこうか。あ、今週の1位ドアーズなんだ。これ前回聞いたな。お、これは聞いたことないんじゃない。結構ね聞いたことある曲ばっかりやったねランキング上位は。一回聞いた、これ、この歌知ってるぞ俺。これ歌知ってる。あ、いいねいいね、こういうなんかシンプルなのもいいよな、こういう音楽で。他にもなんかもう一個新しいの何か調べてみようか。お、なんか良さそうな曲見つけた。これはおお、何の曲やろう。なんかゲームの音楽みたいな感じすんね。おお、何の曲。まあちょっと次の曲いってみようか。知ってる人いたらコメントで教えてください。この前回見たメインアイランドの方のトップランキングを見ていこうか。さあ今週の1位は、うお、何何何何、すごいぞ。やっぱこっちの方がすごくない。おお、何何何、すごい。なんかこれ俺がやってたやつの最強系かな。これなんか宇宙ステージっぽくない。ちょっと違うか。おお、え、待って、何このキャラクター。
ほらこんなキャラクターいるんだ。てか俺の知らないキャラクターこんなにまだまだあるんだ。すごい歌ってるし。別のも見ていこう。さあライキング、うわあ、これ聞いたことあるだ。俺この曲好きなんよねこの曲あればちょもう一回聴いちゃうぐらいなんやけど、ちょっと前回とは違うね。うわすげえ、何これかわいい。めちゃくちゃこう歌いたい俺。おお、これいい歌じゃんマジで。両手上げてみんなで踊ろうみたいな感じの歌やね。ヤオヤオヤピヨヤピヨ多いな。これかこの子めちゃくちゃ歌ってる。すげえ楽しいよねやっぱこの曲、めっちゃ好きだ俺。すごいこいつらやばいらしいね。なんかコメントできたわっていうかやばい、いすぎだろこれなんか一人だけちょっとスキン違うしこれ。もうすげえ、すごいすごい、こいつらやばい、すごい音だ。おー、なるほど。あーいいね、一周したかこれで。めちゃめちゃいいよ、やっぱりこの曲俺すごい好きだわ。未だまだ聞いたことないような曲に出会いたいな。なにこれ、普通に歌ってるんやけど。普通に洋楽じゃん普通の曲みたい。いい曲。すげえいいボーカルだ。いいね。いやまあということでね、皆さん今日はまあこんな感じで洋楽もね聞けたところで、また次回もね続きの島とまた新しい音楽をね探しに行きたいなと思います。ということで、続き待ってくれたり、このシリーズ好きだよと思ってくれたら高評価とチャンネル登録、またチャンネル登録もよろしくってことで、また明日バイバーイ。